エリクソンはアメリカ海軍の駆逐艦。オブライエン級駆逐艦の一隻。艦名はジョン・エリクソンにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。エリクソンは1913年11月10日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1914年8月22日に J ・ワシントン道具夫人によって浸水し、年月日に 艦長 WL プライア少佐の指揮下収益する。1915年10月から12月までエリクソンはニューヨーク及びニューポートを拠点として訓練を行い中立パトロールに従事した。1916年1月7日に大西洋艦隊水雷小艦隊と共にカリブ海に向けて出港、キーウェストとグアンタナム湾を拠点として活動した。 エリクソンは5月23日にニューポートに帰還した。エリクソンの東海岸沿いの中立パトロールは強化され、1916年10月9日にはオランダ商船と共にナンタケット東大船に接近するドイツ潜水艦を発見した。数分後、U ボートは艦砲を3発イギリス商船の船首を横切って発射し、船を放棄するよう命じた。 エリクソンはこの船の乗客と乗員を救助した。一方他の駆逐艦はオランダ船の乗員を救助した。U ーボートはこの日、他に3隻を攻撃、放棄を命じた。1917年の最初の3ヶ月間、エリクソンは再びカリブ海での演習に加わり、その後海外任務の準備のためニューヨーク及びニューポートに帰還した。5月7日にボストンを出港。 アメリカ海軍の海外派遣駆逐艦隊に合流するためアイルランドのクイーンズタウンに向かう。5月12日に高戦地帯での偵察任務を開始し、2隻の小船に砲撃を行う浮上した U ボートに遭遇した。エリクソンは砲撃を行って潜水艦を先行させ、それ以上の敵の攻撃を防いで37名を救助した。エリクソンはその後も任務を継続し、 9月28日の夜に浮上した潜水艦を発見、砲撃した。エリクソンは爆雷を投下したが、潜水艦に体当たりをしようとした前に、暗闇の中で敵を見失った。エリクソンはその後も、クイーンズタウン沖での偵察と船団護衛に従事し、潜水艦と交戦し、損傷を受けた船の生存者を救助した。1918年6月以降は、 フランスのブレストを拠点とし、その年の夏は、通常、戦団の3回り前方を、偵察気球を牽引しながら航行した。戦争が終わるとエリクソンは、リバプールでオーバーホールを行ったが、ブレストに戻って12月13日には、ウッドロー・ウィルソン大統領が乗った、輸送船、ジョージ・ワシントンの歓迎式典に参加した。12月21日、 帰国の途につき1919 19年1月8日にニューヨークに到着した。1919年5月、エリクソンはアゾレス諸島に向けて出航。海軍水蒸気が大西洋を横断した歴史的な飛行の海上支援を行った。東海岸及びカリブ海での訓練の後、修理のためニューヨーク海軍交渉に入居、8月7日に同所で、 予備役となった。その後フィラデルフィア及びチャールストンで限定収益状態となり、1921年の夏には会場任務に復帰、ニューポートでの訓練及び演習を行った。エリクソンは1922年6月16日にフィラデルフィアで退役した。エリクソンは1924年6月7日に財務省に移管され、沿岸警備隊に所属する。 コネチカット州、ニューロンドンを拠点として、ラムパトロールに従事した。1926年4月11日に密造種、運搬船のアタランテを打破した。1932年5月23日に海軍に返還され、エリクソンは、ロンドン海軍軍縮条約に従って1934年8月22日に、スクラップとして売却された。ありがとうございます。